石崎。左手奥は、佐田岬で、右手の島は、高島佐賀の関半島佐賀の関半島の位置佐賀の関。半島は、大分県大分市の東端及び、臼木市に位置する半島。地名の由来はかつてこの地に、航路の関司が置かれたことにちなむ。今日では、関サバ、関アの産地として名高い。佐賀関半島の北側は、別府湾、南側は、 薄木湾に属す。方余海峡を挟んで、愛媛県側の佐田岬半島と相対しており、この海峡から北側の海域は伊予灘、南側は文後水道となる。中央構造線の三並川編成帯に属し、構成される地質も佐田岬半島と同じ編成岩となっている。沿岸部は岩礁や入り江が多く、風光明媚な海岸線が続き、 日本海岸国定公園に含まれる一本釣りなどを中心とする沿岸漁業が盛ん。特に関サバや関アジは全国的に知られたブランドとなっており観光客を呼び込む誘因にもなっている。他にはフグも取れ半島の南側の薄木市ではフグ料理が名物である。農業では半島南部の一尺や地区などでみかん栽培が盛ん。精錬業も 主力産業であり、半島中部の佐賀の関地区には、JX 金属グループのパンパシフィックカッパー、佐賀の関精錬所がある。古くは、原料鉱石を運搬するため、佐賀の関鉄道が付設されていた。同精錬所は、佐賀の関発展の契機ともなったが、郊外問題も発生している。佐田岬半島へは1 6トルの距離にあり、佐賀の関港と愛媛県三期港との間に、 国道94フェリーが就航している。また、かねてから大分県と愛媛県を結ぶ道路として、方余海峡大橋の建設構想があるほか、四国横断新幹線の有力ルートとも目されているが、いずれも具体化の目途は立っていない。ありがとうございます。